立山黒部アルペンルート。立山黒部アルペンルートは、富山県中新川郡立山町の立山駅、立山黒部観光と、長野県大町市の大木山駅、関電トンネルトロリーバストを結ぶ交通路で、総延長 37.2km、世界有数の大規模な山岳観光ルートである。1971年、昭和46年6月1日全通。 富山県の立山駅から東に3 0 5トル、長野県の大木沢駅から西に6 1トルの位置に黒部ダムがある。なお、富山地方鉄道の電鉄富山駅から JR 東日本大井戸線信濃の大町駅までとされる場合もある。立山駅から大木沢駅まではほぼ西から東に2 5トル足らずの直線距離だが、 最大高低差は1、975メートルあり、ルート内の交通機関として、縦山連邦の景観を望む縦山ロープウェイ、前線地下式のケーブルカー、黒部ダム建設に用いられたトンネルを通るトロリーバス、日本国内一の包み高を持つ黒部ダムの、園庭上の徒歩での移動など、様々な乗り物を乗り継いで移動する。そのほぼ全区間が、中部山岳国立公園内にあり、 日田山脈、役、立山連峰を貫き、黒部ダムなどのいくつもの継承地を通る。途中駅には、ホテル、立山などの宿泊施設もあり、それぞれが登山、散策、トレッキング、その他の観光コースの起点にもなっている。本ルートは4月半ばから開通し、11月半ばに閉鎖される、天候に左右される。最高地点は、立山登山の起点ともなる室戸堂で、 標高に450メートル、富山県側の立山から黒部湖までの区間は、山岳観光や立山登山客の便を測るために作られた。黒部ダムから大木沢の区間、途中に富山県、長野県の県境は、黒部ダム建設の資材運搬のために建設され、ダム完成後に一般の旅客に開放された。立山黒部アルペンルートは、登山道を除けば、 富山県と長野県とを直接結ぶ唯一の交通路である。しかし、自然保護の観点などから運賃が高めに設定されていることと多くの乗り物を乗り継がなければならないことから、富山、長野間の移動をし目的として用いられることはほとんどない。利用者の大半は両県外からの観光客である。また、富山空港に韓国や中国、台湾、 タイからの国際線が乗り入れるようになってから、これらの国々からの観光客が目立つようになった。なお、カツラ料金処備所平間及び追い分け、室堂間の立山有料道路、富山県道6号富山立山公園線の一部は、マイカー規制として、路線バス、観光バスや公安委員会の許可を受けた、車両、緊急自動車しか通行できない。 昭和40年代の開通当初には一般車両を通行させる計画もあり、小型乗用車12,800円、普通乗用車18,900円の料金設定がなされたが、交通渋滞や自然環境悪化といった問題も生じるため、実際に一般車両を通行させることなく現在に至っている。最近では乗用車やバスで、 立山黒部アルペンルートを訪問する観光客に対し、立山駅と大木沢駅の間で運送業者によるマイカー回送のサービスある。なお、富山県側の道路の室堂までの延長の歴史は、地獄谷、立山町歴史を参照。当期でも設備維持のため大木沢から室堂ターミナルまでは点検、稼働している。観光の中心は室堂であるが、 4月から5月にかけての観光の中心は雪の大屋の雪の大谷ウォーク無料である。1994年に期間3日で始まり、2004年に4月の全線開通から5月末まで2008年に大型連休中も開放し、2009年に100万人、2014年に200万人を突破した。これは室堂から麓の方へ歩いたところにあり、 15メートルから20メートルの雪の壁を目の当たりにすることがきる。3月頃から GPS で位置を確認しながら大量の重機で除雪してできたものである。高い壁が可能なのは富山が豪雪地帯の南限であり、湿気を含んだ雪の重さが2倍近くもあり、パウダースノーのようにパラパラとならないためである。降雪が少ない台湾や韓国、タイ、マレーシア、 シンガポールなどの国からの観光客に大人気のスポットとなっている。立山少年自然の家の研修の中に、雪の王や見学を入れる学校も多い。立山駅から大木沢駅まで乗り換え時間を含めない合計移動時間は2時間弱。ただし繁忙期は、各々のの交通機関の待ち時間が1から2時間に、及び出発時刻によっては同日中の通り抜けができなく、なる子もある。 なお、運行ダイヤについては、時刻表に、記載の便の他に、待ち具合によっては、臨時便の増発、増便があるため、繁忙期であっても、比較的スムーズに乗り継げることがある。電鉄富山駅シナの大町駅間の片道同士、乗車券は大人1560円、子供5290円。目的地までの乗車券を個別に購入することも可能。 黒部ケーブルカーは全線がトンネル内である。また、立山ロープウェイは途中に支柱を一本も設けていないワンスパン方式で、これらは景観保護や雪崩による被害を防ぐための方策である。さらに、立山高原バスはディーゼルバスからハイブリッドバスへの移行を進めており、2006年には所有台数の半数に及んでいる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。